元日本外資会長、ワシントンホテル取締役、NHK 経営委員長、日経連副会長、JR 東海監査役などを歴任した、東京府高輪生まれ、森村学園幼稚園、小学校と黒沢明の姉である、黒沢春代に教わる。敵の悪い子も骨身も惜しまず、居残りで教えたり家庭教師をつけてくれたりした、先生であった。 父が亡くなったこともあり、将来も見据え管理ツに進むことにし、東京府立一中入学。一中に入れたが、肺が弱く、7年間在籍した。その後、医科への進学も考えたが肺病持ちでは医者になれないと耳に入り、法文系統の慶応予科へ。1942年9月、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。父も法職していた。 森村財閥の番頭、大倉和地下の取りなしで、日本外資入社。1977年、社長に、主に、関西方面でのシェア食い込みに尽力した。1986年から NHK、経営委員に2期6年務め、その間、池田義蔵会長、磯田一郎経営委員長らの退任もあり、1990年12月、経営委員長に就任した。 2003年5月23日、肺炎のため、名古屋市内の病院で死去。去年85。ありがとうございます。